皆さんこんにちは、看護師ののぞみです。いつもありがとうございます。今日は看護師なら絶対に覚えておきたい医療略語10個パート2をお送りしたいと思います。前回医療略語の動画を上げた時に第2弾もぜひ作ってほしいというふうに言われたので、今回作成してみました。ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。まず1つ目、トリプル A。 医療現場では腹部大動脈瘤の略語です。病院によっては A が3つ並んでるので 3A というふうに言ったりもするみたいです。トリプル A とセットで覚えておいてほしいのが TAA、 これは胸部大動脈瘤の略語です。電子カルテにも腹部大動脈瘤とか胸部大動脈瘤っていう風に日本語で書かれてはいなくって、トリプル A とか TAA という風に先生もよく表記しています。どんな疾患かというと、胸部や腹部の大動脈にコブができる病気です。ほとんどの場合自覚症状がないんですが、コブは放っておくとどんどん大きくなって最後には破裂してしまいます。だいたい約5センチ以上で手術の適用となります。コブが大きくならないように禁煙をしたりとか血圧管理をしたりとか、そういった治療をしていきます。2つ目、 DOE です。 DOE は労作時呼吸困難の略語です。日常生活の動作で呼吸が息苦しく息切れがすることです。循環器疾患の心不全の患者さんの場合、先生のカルテにも DOE ありとか DOE なしとか、そういったカルテ記載があることが多いです。3つ目、シバリング。シバリングとは体温が下がった時に筋肉を動かすことで熱を発生させ体温を保とうとする生理現象です。体が震えたり寒い時に口がガタガタと震えたりします。実際に現場でも熱がある患者さんを観察するときにシバリングがあるとかないとか、そういったことを観察項目に挙げています。4つ目、ニトロです。ニトロはニトログリセリンの略です。ニトログリセリンは狭心症の患者さんや心筋梗塞の患者さんに処方するお薬です。狭心症や心筋梗塞の患者さんは退院時に必ずニトロを処方してもらいます。医療現場でも先生に処方をお願いするときにニトロが出てませんとか、ニトロお願いしますっていうふうに伝えます。ニトロは普通の薬と服用方法が少し違います。舌下投与といって共通時にベロの下に入れて溶かして服用します。だいたい1分から2分程度で共通が収まるんですが、3回投与しても共通が収まらない場合は心筋梗塞が考えられます。5つ目、 AD の略語は入院を指します。退院はこの前の動画でお伝えした通りエントです。医療現場ではエントという言葉はよく使うんですけど、 AD っていうのはあまり聞いたことはないです。普通に何々の疾患の患者さんが入院してきますとか、普通に入院という言葉を使って表しています。6個目、ウロ。日本の病院では略語のウロは泌尿器科を示します。ウロという言葉は医療現場でもよく使っています。血尿が出た患者さんがおられたら先生にウロか受診しますかというふうに聞いたりもします。7つ目、ギネ。ギネはドイツ語で婦人科のことを言い、日本語では産婦人科のことを略語でギネと呼びます。8つ目、アッペ。アッペは虫垂炎です。虫垂炎は一般的には盲腸と言われています。病院では盲腸という呼び方はあまりしません。手術のことをオペというのは皆さんご存知だと思うのですが、虫垂炎の手術後のことをアッペ、オペ後というふうに略しています。またオペには回復オペと腹腔鏡下オペがあります。虫垂炎の手術を腹腔鏡下の手術でやった場合、ラパアッペというふうに略しています。また胆嚢炎など腹腔鏡下で胆嚢摘出術をする場合、ラパタンというふうに表現しています。腹腔鏡下手術では5ミリから1センチ程度の小さな傷から腹腔内に手術器具を挿入して手術を行います。回復手術に比べて術後の回復が早く、痛みも軽度で済みますし、傷も目立ちにくいです。9つ目、 ADL。 ADL は
日常生活動作です。 ADL の A はアクティビティ、動作、DL はデイリーリビング、日常生活を意味します。日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作で、起床、移動、食事、着替え、排泄、入浴、静養など、そのような動作のことを指します。高齢者や障害者の方の身体能力や日常生活レベルを判断するための指標として使われています。病棟でも ADL っていうのはよく使われています。入院時にもともとの患者さんの ADL をケアマネさんや家族から聴取してっていう風に医師や先輩看護師から言われたりもします。 ADL という言葉は看護学校でも習うので、看護学生さんは馴染みのある言葉かなという風に思います。10個目、ゲージ、フレンチ。ゲージとは注射針の太さを表す単位のことです。英語で G と表記します。数字が大きくなるほど注射針の太さは細くなります。通常の採血や点滴で使われる注射針は21ゲージから23ゲージです。フレンチはカテーテルやドレーンの太さを表す単位です。英語で FR と書きます。先ほど説明したゲージとは逆に、数字が大きくなるほど太さは太くなります。続いてここからは医療従事者の略称についてお伝えします。 DR は皆さんご存知だと思いますが、医師、ドクターです。続いて NS、 看護師、ナースです。続いて PH、 PH は薬剤師の略です。 PH は使うことはあまりありません。普通に薬剤師さんというふうに言っています。 ME、 ME は臨床工学技師です。医療機器の操作や管理の専門家です。高度化していく医療機器を適切に扱い、医学的・工学的な知識を持って機器を操作できる方たちです。 ME さんっていう風に結構この略語は使っています。 PT、 PT は理学療法士の略です。寝返りを打つ、起き上がる、立ち上がる、歩くなど、日常生活で必要となる基本的な動作ができるように身体のリハビリテーションを行う専門家です。歩行や筋力の訓練を行います。続いて OT です。 OT は作業療法士です。食事や入浴などの日常生活の動作やレクレーションなど、あらゆる作業活動を通して身体と心のリハビリテーションを行う専門家です。両者ともリハビリを行うというのは同じですが、その範囲が変わってきます。続いて ST。 ST は言語聴覚士です。病気や事故、生まれつきの障害によって話す、聞く、食べるなどの動作に不自由がある人に対して、言語能力や聴覚能力などを回復させるリハビリを行う専門家です。 MT。 MT は臨床検査技師です。臨床検査技師は検査の専門家です。医師が病気の診断を行うのに様々な検査を行います。患者さんの生体データをもとに治療に役立てるのがお仕事です。 MT さんっていうのはあんまり使わないです。普通に技師さんっていう風に呼んだりもします。続いて PSW。 PSW は精神保健福祉士です。精神に障害がある方たちが社会復帰できるようにサポートを行う専門家です。続いて DMAT です。DMAT は災害派遣医療チームのことです。医師、看護師、業務調整員。業務調整員とは医師、看護師以外の医療職及び事務員で構成され、大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場に急性期に活動できる機能性を持った専門的な訓練を受けた医療チームです。消防と連携し災害地で活動します。最初は医療略語に慣れるまでにすごく時間がかかって、先輩たちが何を話しているのか理解するのに時間がかかると思うんですが、徐々に耳も慣れていきますし、目にする頻度が増えれば覚えていきますので心配はいらないです。以前略語の動画を出した時に、なんでわざわざ難しい略語を使うんですかというふうな質問があったんですが、それはカルテに記載するときに、例えば腹部大動脈瘤と打つより AAA と書いた方が簡潔に素早く書けるからです。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。
今日の動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。まだ医療略語第1弾を見てない方はそちらの動画もよろしくお願いします。ではさようなら。